ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は痩せたいなら食後にすぐにこれをやれ、食後にやると痩せる方法を紹介します。ダイエットにおいて食後にどういう行動をするかっていうのはめちゃくちゃ重要になります。実際ですね、このように食後の行動を変えるだけで5ヶ月で10キロ痩せた、3キロ痩せた、食後のダラダラ食べがなくなったなど、ダイエットに成功しやすくなるんです。逆にですね、痩せたい一心でネットの情報を鵜呑みにして食後にやってはいけない余計なことをしてしまうと、痩せられない体になってしまう可能性もあります。今回の動画を見ることで食後の行動で痩せるポイントが理解できるだけでなく、具体的に食後にどのようなことをすれば痩せやすくなるのかってことが知れます。食後に太らないようにと一生懸命運動している、もしくはもうバタバタと仕事をしている、何か余計なものを食べてしまっているっていう人は、ぜひ動画を最後までご覧ください。内容としては、最初に食後っていうのはどのような状況になると理想的なのかっていうことについてお話しし、その上で食後にやるべきことを5つ具体例を挙げて解説します。では内容に入ります。まず非常に重要なことからお話しします。食後に目指すべき状態についてです。ダイエット中の食後に関してはですね、できるだけ血糖値を上げないように、血糖値をスムーズに下げるようになどの情報がたくさんありますが、私がダイエットにおいて目指すべき食後の状態ってのは主に2つあるというふうに考えています。食後の理想的な状態、1つ目は消化吸収を妨げないです。食後っていうのはですね、食べ物が胃腸に入って消化されて、そして血液中に吸収されて、全身の筋肉とか脳とか内臓とかに栄養として送られていきます。例えばですね、炭水化物は細かく分解されて血液中に入って血糖となって、脳や全身の筋肉内臓などに送られてエネルギーとして利用されます。またタンパク質は分解されてアミノ酸になって、全身の筋肉へ届けられて筋肉の原料になるんです。つまりですね、食後ってのは体のために食べたものを有効に活用するための時間というふうに言えます。食べたものを細かく分解して必要なところに届けるのが食後なんですね。なので食べたものがスムーズに消化吸収されるってのが非常に重要になるんです。イメージできると思うんですけど、いくら栄養価が高い体にいいものを食べても、うまく消化吸収ができなくて必要なところに届けられなければ意味がないですよね。例えば胃の働きが悪くなっていると胃での消化がうまくいきませんし、腸の働きが悪くなっていると胃で食べ物が分解されて腸に行ってもうまく腸から吸収することができなくなります。そうなると、いくらいいものを食べてもその栄養っていうのは全身の必要な筋肉とか脳とか内臓とかに届けられないわけです。食後のダイエットっていうとですね、運動をやって血糖値をできるだけ上げないようにしようっていう情報がたくさん出てるんですけど、運動をするとですね、もうイメージできると思うんですけど、筋肉の方に血流が集まって胃腸の働きが悪くなってしまうので、消化吸収っていうのがうまくできなくなってしまいます。またですね、激しく体を動かすと自律神経のバランスが崩れることでも胃腸の活動ってのは抑えられてしまうんですね。せっかく食べたものをですね、必要な場所に届けるためにも、食後ってのはですね、一生懸命血糖値を上げないようにしようとか、そういうことよりもですね、まずは消化吸収をスムーズにするっていうことが重要になるんです。どうしてもですね、ダイエット中で痩せたいと考えている人は食べたものをいかに吸収させないかっていうのを考えがちなんですけど、正直それだとじゃあ何のために食べ物を食べてるんだってなりますよね。しかもですね、ダイエットに必要な食欲のコントロールだったり脂肪の燃焼っていうのもですね、食べ物から取る栄養っていうのがめちゃくちゃ重要になってくるので、食べたものがうまく消化吸収されないと食欲が乱れたりとか脂肪の燃焼が起こりにくくなったりして、どんどん痩せにくくなってしまうんですね。こうしたことを避けるためにもですね、食後っていうのはとにかくこの消化と吸収がスムーズにいくような状態を作るってことが大切になるんです。食後の理想的な状態、2つ目は余計なものを食べないです。食後ってのはですね、できるだけお菓子とか余計なものを食べないようにするってことは大切になります。まあ、当たり前なんですけど、食事をしっかり食べて、そしてその後に間食もしていたらカロリーオーバーになってしまうからです。どうしてもですね、ダイエット中の人でも食後に何か物足りなくて余計なものを食べてしまうって人は多い傾向にあります。私自身ですね、食欲のコントロールがうまくいってない時ってのは食後にチョコとかヨーグルトとか余計なものを食べてしまいがちです。ただ当たり前なんですけど、食後にですね、余計な間食をせずに食事だけで満足できた方が痩せやすくなりますし、食欲のコントロールができてれば自然とですね、食後に何かを食べたいっていうような状態にはならなくなるんですね。まあ、ちょっとだけだからいいでしょうと思ってですね、この小さなチョコとかを毎日食べてる人って結構いるんですけど、それが1回とか週に1、2回とかだったらそんな問題になることはないんですけど、毎日積み重ねて1年続けてしまうと結構な脂肪になってしまうということは知っておいてください。例えば食後に小さなチョコを2つ毎日食べていたとします。
大体ですね、あの小さなチョコっていうのは1かけらで30キロカロリーあるので1日60キロカロリーのプラスということです。これ1年間食べ続けるとどれぐらいのカロリーになるか想像できますか？なんと2万キロカロリーを超えてしまうんです。そして脂肪1キロっていうのは大体7000キロカロリーなので、単純計算でもですね、チョコを1日2かけ食べ続けると1年で脂肪が3キロも増えることになってしまうんです。もちろんこのチョコを食後に食べるのが絶対ダメとか、毎日2かけ食べたら絶対3キロ太るとか、そういうことではないんですが、食後に何気なく食べているちょっとしたものっていうのがですね、習慣的になってしまうと、これぐらいですね、大きな脂肪に変わってしまう可能性が高いっていうことは理解しておいてください。そして先ほどの話にまた戻るんですけど、食後に一生懸命血糖値を下げようとする人は多いんですが、実はですね、それをやってしまうと食後の余計な感傷につながってしまう可能性が高くなります。なぜなら人間ってのはですね、血糖値が上がることによって食事に満足感を感じることができるからです。あなたも食後に何か食べたいと思ってたんだけど、ちょっと何か別の用事をして時間が経つと、あ、もういいかなっていう風になって食べたい欲が収まったっていう経験があるのではないでしょうか。これは食べた直後で上がりきってなかった血糖値が時間を置くことによって上がって満足感が得られたっていうことが関係しています。血糖値というとですね、ダイエット中だとめちゃくちゃ悪者にされがちなんですけど、食後の余計な間食を防ぐためには適度の血糖値の上昇っていうのはめちゃくちゃ重要になってくるんです。まあ少し話はずれたんですけど、食後っていうのは余計な間食をしないっていうことが大切になります。さて、こうしたことを踏まえた上でですね、ここからは食後にどのようなことをすれば消化吸収がスムーズに進み、なおかつ余計な間食をしなくなるのかっていうことについてお話します。ダイエット効果を最大限高める食後のポイントってのは主に5つあります。食後にやるべき行動、1つ目はじっとしておくです。いろいろダイエット情報を見ている人は意外に思うかもしれないんですけど、なんだかんだ食後ってのはじっとしておくことが一番大切になります。先ほども話したように、食後に体を一生懸命動かしたりすると胃腸への血流が少なくなったり、自律神経のバランスが崩れたりして消化吸収が妨げられてしまうからです。食後に筋肉を一生懸命使おうとすると、筋肉に血流が取られて胃腸に血流が行きにくくなるっていうのはもうさっきも話した通りです。またですね、運動をすると自律神経の中でも体を興奮させる交感神経が活動するようになります。交感神経っていうのはですね、胃腸に関しては実は活動を抑える働きをするので、食後に運動をして交感神経の活動を高めてしまうと胃腸の活動っていうのが悪くなってしまうんですね。激しい運動をしている時っていうのはお腹が空かないっていうのはイメージできると思うんですけど、これにはですね、激しい運動によって交感神経の活動が強くなっているってことが影響しています。またですね、食べてすぐに激しい運動をしてお腹が痛くなったっていう経験をしたことがある人も多いはずです。これはですね、もう体がですね、食後っていうのは消化吸収をスムーズにする時間なので、激しく動くなっていう体からのサインなんですね。いや、それでも血糖値がっていうような感じで、どうしてもですね、食後に筋肉を使った運動をして血糖値を下げたい、血糖値を上げないようにしたいって思う人もいるかもしれませんが、そもそもですね、食後にそんなに一生懸命運動したからって血糖値の上昇ってそこまで抑えられないので、思っているより効果が得られないですし、何回も話しているように激しい運動をすると消化吸収を妨げてしまうので、基本的にはやらないようにしましょう。このようにですね、食後っていうのはじっとしておくことが基本になるっていうことを知っておいてください。食後にやるべき行動、2つ目はブラックコーヒーを飲むです。このようにですね、食後にブラックコーヒーを飲むっていうことは食欲を落ち着かせて余計な間食を減らすことにつながります。実際ですね、私も結構食後にコーヒーを飲むことによって余計な間食をしなくて済むようになることが多いです。コーヒーっていうとですね、消化吸収に良くないっていう情報もあるんですけど、結論としてですね、食後にコーヒー1杯飲んだぐらいで消化吸収に悪影響を与えることはないというふうに私は考えています。ただし注意点っていうのは、コーヒーには鉄の吸収を阻害するっていう可能性があるっていうことと、夜にカフェインを飲むと睡眠の質が低くなってしまうということです。コーヒーに入っているタンニンという成分が鉄の吸収を妨げ、カフェインが脳を興奮させて深い眠りを妨げてしまうんです。なので貧血がひどい人、もしくはコーヒーを飲み始めたら貧血がひどくなったっていう人、そういう人は食後にコーヒーを飲むことは避けて、夕食後とかデカフェのコーヒーにするなど工夫をするようにしてください。まあ、とにかく食後は何かを飲む習慣をつけることで食後の余計な間食を抑えるということにつながります。食後にやるべき行動、3つ目はガムを噛むです。食後の飲み物に抵抗がある、そんなゆっくりしてる時間なんかないという人はですね、飲み物を飲むのではなくて食後にガムを噛むということをやってみてください。
ガムにはですね、消化を促す、食欲を抑える、消費カロリーを上げるといったような高いダイエット効果が期待できるからです。まずですね、ガムを噛むと咀嚼という行為で唾液がたくさん分泌されて、その唾液がですね、消化を促してくれます。またですね、ガムを噛みながら何かを食べるっていう人はほとんどいないと思うんですけど、そのガムを噛んでる間にですね、食事による血糖値の上昇が起こって、満足感が得られて食欲っていうのは落ち着きやすくなるんですね。さらにさらにですね、食後のガムを噛むっていう行為は食後のカロリー消費を促すっていうことが明らかになってるんです。食後にですね、ガムを噛むだけでこれだけの効果が得られるっていうのであれば、もうやらない手はないですよね。特にですね、食後に食欲が落ち着かずに何かを食べてしまいがちって人は、ガムはめちゃくちゃおすすめになります。食後にやるべき行動4つ目は10分の散歩です。さっきじっとしておけって言ったのにこれ散歩かよって思った人もいるかもしれませんが、散歩程度であればですね、消化吸収に与える悪影響も最小限にできた上で、食後の余計な感触を抑えることにもつながります。実際にですね、このように食後にウォーキングをすることで痩せたって人はですね、結構多いんですね。まず食後に散歩くらいの運動であればですね、そんなにお腹が痛くならないっていうのはイメージできますよね。で、これはですね、散歩っていうのは運動強度が低いので交感神経のスイッチが入りにくいっていうことが関係しています。なので心拍数がそこまでバクバク上がらない程度の運動であれば、胃腸の活動っていうのはですね、そこまで大きな影響を受けないですね。またですね、散歩をすると食後何か食べたい欲っていうのも収まりやすくなります。これはですね、さっき言った時間が経つことによって血糖値が上がるっていうことも関係してるんですけど、散歩によってですね、腸に振動刺激が加わると腸の中で PYY と呼ばれる食欲を抑えるホルモンが作られるということも関係しているんです。まあですね、こういうふうな理屈的なところを抜きにしてもですね、食後に散歩をしたりとか時間を置いたりすると食欲が落ち着きやすくなるっていうのはイメージできる人が多いのではないでしょうか。激しい運動ではなくですね、散歩や室内でできる足踏み運動など軽い運動であればですね、消化と吸収を妨げることなく食後の食べたい欲っていうのを抑えることができるんです。特にですね、食後に何か食べたくなることがないっていう人はですね、無理に散歩とかせずにゆっくりしてていいと思うんですけど、余計な間食をしてしまうっていう人は何か食べる前に10分間だけでもいいので散歩をするようにしてみてください。食後にやるべき行動5つ目は5分間横になるです。特にですね、食後などに眠気や疲労感などを感じる人は食べた後ですね、5分でもいいので横になるようにしてみてください。なぜなら5分とか少しの時間でもですね、体を横にすることによって疲労感や眠気による食欲っていうのが収まるからです。横になるっていうことは重力の影響を取り除くことになるので、体や脳の疲労っていうのを和らげることにつながります。特にですね、午前中仕事をした後の昼食後っていうのはですね、疲れによって食欲が増して食べ過ぎてしまいやすい傾向にあります。食後に5分、まあ長くて15分ぐらい休憩や仮眠をすることで、こうした体や脳の疲労による食べ過ぎっていうのを防ぐことができるんです。中には食べた後にすぐ横になったら太りやすくなるよっていう情報を見たことがある人もいると思うんですけど、まあそんなことはありません。何回も伝えているようにですね、食後っていうのはですね、カロリーを消費することよりも消化吸収をスムーズにすることの方が大切なので、ゆっくりするっていうことはですね、体にとってもいいことなんですね。どうしてもですね、イメージとして食べた後に動かないと食べたものが脂肪に変わりやすいっていうふうに考えがちなんですけど、はっきり言ってですね、そんなことで脂肪のつきやすさは変わりません。それよりもですね、無理に体を動かして疲れがひどくなって、疲れによって食べ過ぎた方がめちゃくちゃ太りやすくなります。またですね、さすがに横になった姿勢でそのまま何か食べようっても思いませんよね。これも何回も言ってるようにですね、食後に横になって少し時間が経つとですね、食事による血糖値の上昇が起こって食事の満足感というのも高くなるので、横になった後っていうのは、あ、もうやっぱり食べなくていいかなっていうような感じになるんですよね。こうしたことからもですね、食後に疲れや眠気を感じてそれをごまかすために食べたくなるっていう人は、ぜひですね、食後に5分間横になって休憩するっていうことを試してみてください。どうでしたか？食後のダイエット方法というと、食後に血糖値を上げないように下げるために一生懸命運動しろっていう情報が多いはずです。しかし実際食後に大切なのは、血糖値を上げない下げるっていうことよりも、消化吸収を妨げない、そして余計な間食をしないっていうことになりますので、これまで勘違いしていて食後に一生懸命運動していたとか、そしてその後に何か食べていたっていう人はですね、今回の動画を参考に食後の過ごし方っていうのを見直してもらえればなっていうふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また今年中にチャンネル登録者数20万人を目指して一生懸命頑張っていきますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。